NB6C ロードスター。今回ねドアミラーねもう外してしまった後なんですがね、ちょっとね言い忘れがあってね、さっきちょっと伝えときます。ドアの内張りはねあの別動画で出してるのでね、さっき見てください。そこからねドアミラー外してください。じゃあね外していきます。とりあえずまあミラーね動くかどうか、左右がね、なんかね、真横に動かないですよ。斜め上と下にね、動きます。ちょっとね、スイッチがね、ちょっとね軽く押さないとね、こっちがねこっちはいけたんですけどね、まあ全然動かしてなかった車なんで。あ、動きます、大丈夫ね。ちょっとね触ってたらね多分スイッチの接触ですね。ミラーは大丈夫です。でね、ミラーのね取り付けボルトというかネジあります。デカプラです。で電動の場合はね配線あります。まずね配線外します。でまずねカップラーこっちかつまんでね向こうに押してください。ここを覚えておいてください。まあ、そうするとねカップラーがね見えます。でカップラーの外し方はね一回ねグッと押してもうてねグッとね押さえてもらったらね、このレバーがねごっつい時間経ってからね上がるので、ね、ちょっとね上がらない場合はねちょっとね細いやつで、ね、上げたってください。でこのハーネスはねガラスの反対側に入ることはないと思うんやけどね、それ気をつけてねこっち側にね通してください。でねこのボルトのね外し方なんですがね、僕はいつもね後ろ側から行ってます。でここね硬い場合があります。硬い場合ねこのドアのね裏側からねちょっと無理くり潤滑剤ねいってください。でこのどっちかがねあのこのボルトが脱落しないようにね裏側にねなんかちょっとねワシャついてます。なのでねうんこっちもついてます。これをね無理くり外します。で外さないとねこれがねこっちに行きません。ちょっとね押しながらね回します。
で、あとはもうね、見えてるのでね、簡単だと。で、ここがね、この切りかけにね、刺さってます。一回外してね、ガタがあるので、なんかテープ巻いてます。で、こいつですね、こうね、ネジが脱落しないようについてます。これが外れないくてね、両方浮かすとね、いつまでだってもね、ここに当たってね、外れない。ちょっとね、右側でやらなかったんでね、左側でやります。まだハーネス外してないですね。まず前側がちゃんと閉まってるか確認してから、後ろから入れてます。で、外してね、商品確認したところからね、いきます。でね、まあ濡れたタオルでね、拭きました。まあ、傷とかでね、でね、上部ね、汗ですね。まあ両方ともね、汗で。でね、僕ね、前を締めてから後ろを緩めるって言ったんですけど、この角があるので、ね、いけます。で、取り付けの場合はね、ちょうどね、まあ反対側ですよね、反対側に折ったらね、両方がね、ちょうどね、ボルトぐらいに入る位置があります。そこで、まあ、ボルトをね、入れたらね、一番いいんですがね、まあ外した通りにね、やった方がね、いいかと思います。で、こいつがあるのでね、反対側のね、穴の位置もね、多分ずれないと思う。これ左右セットでね、ヤフオク出品していきます。今回ね、ドアミラー外していきました。ドアの内張りはね、別動画で出してるのでね、見てください。他にもね、いろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。